亀梨和也&宮舘涼太、二ショット取材会で軽妙トーク互いへのリスペクトも、同志、のような関係。18日スタートのフジテレビ系木曜劇場、大奥、毎週木曜50時、初回75分スペシャルに出演する亀梨和也、カトゥーンと宮舘涼太、スノーマンが、このほど二ショット取材会に登場。プライベートでも仲のいい二人が、同作での共演について思いを語った。亀梨は、まずお話を聞いたときは、宮舘が連続ドラマ初めてと知ってそれが意外でした。でも、僕自身も時代劇は初めてですし、彼の方が舞台などで時代劇は経験があるので、すごい心強いなと思いました、と言い、撮影については、楽しい京都の日々が始まるなと。でも、僕のホテルは教えないですけど、わら、とにやり、でも、嬉しかったです。楽しみだなと思います、と笑顔で話した。一方、宮舘は、出演が、嬉しかったと同時に、連ドラが初めてなので、数多くの作品に出ている亀梨くんからお話を聞きつつ、背中からいろんなことを感じながら、楽しめたらなと思います、と話すと、亀梨は、じゃあ毎日今日のテーマを背中にバーンと貼っておくわ、わら、と軽口。